皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、写真にはその人の愛が映る。教室のウェブサイト作りに使う被写体との向き合い方のコツという、お話をしたいと思います。先日私のところのサロンでですね、私のコンサル生さんのメンバー集めてですね、フォトレッスンを開催したいんですけれども、そのフォトレッスンの方の、先生は女性のとても美しいフォトグラファーのね、小島千佳さんという方に来ていただいてやってもらったんですけれども、私は主催者としてそこにいて、その撮る時にですね、一緒にじゃあ記録写真的に撮っておこうかなっていうふうに写真をね構えて撮ってたんです。でその時にですね、私はその構図というかスタイリングですね、そのフォトグラファーの方が用意したものをどう切り取るかっていうのは、私の目から見た構図っていうことになるんですよね。でただし、そのいろんな先生います。お菓子の先生がいたりとか、私のようにパンの先生みたいな方とか、あとはそういう、食べ物を扱っていない先生とかですね、いろんな方がザラザラいたんですよ、その時に。そうするとですね、面白いことに、当たり前なんですけれども、その被写体のどこの面を見てどういう形で切り取るかっていうのは当然全然違うわけなんですよね。で私がその絵を見た時に、きっとこう切り取るかなっていう角度があるわけですよね。例えばこういう、これマウスパッドですけど、こういうのがあって、この辺りに被写体を置いてここを空間を残しつつこう撮るっていう撮り方もあるし、それこそ日の丸構図と言われてるドン真ん中っていう撮り方もあるし、これぐらいまで被写体をですね、この4分の1ぐらいまで被写体をやるような形で撮るっていう、そういう撮り方とかもあったりするんですね。だから人によってその着目点とかが当然変わってくるわけなので、ある参加者さんが、私がその角度ではこれ撮らないかなっていう低めのアングルからですね撮ってる方がいらっしゃったんですよ。お菓子の先生なんですけどね、お菓子とフォークとこう、なんていうのかな、ナフキンっていうか綺麗な布なんですけど、それがパラパラっと用意されてると、私文字入れすることも考えたりとか、あと余白をちょっと残したいかなと思うと、そこも含めた状態で切り取っていたりとか、寄ったとしてももうちょっと上目線から寄るんですけれども、その方はね結構横から撮ってたんですよ。でそれはなんかスイーツなんですけれどもね、真ん中にちょっとフランボワーズとかが入ってて、上下の方はちょっとピンクの可愛らしいシューみたいな皮がついててっていう、そういう被写体だったんですけど、だから低めに撮るっていうことはその横が映るということになりますよね。だから彼女に、なんでその低い位置から撮ったのって、いやこのフランボワーズが可愛くてこれをちょっとアップで撮りたかったっていうふうに言ったのを聞いた時に、そうかと思って、その方はお菓子の先生だから、やっぱお菓子の可愛いところっていうか、そのお菓子のこう魅力っていうか、それを中心に撮りたいんだなっていうのをやっぱりその時思ったんですよ。で違うアンディークとかをね扱ってた方は、その確かに被写体としてのスイーツには目は行くんですけれども、そのお皿とフォーク、そっちの方をどう構図に入れるかとかね、どういうふうに撮ったらお皿が綺麗に見えるかとか、そう考えてたっていう話を後で聞いたんですね。だから被写体へ自分の興味があるものが何なのかっていうことに対してクローズアップしたりとか、一番綺麗に見える角度はどこなんだとか探したりするっていうことは、その人がその被写体に向き合う愛ということになりまして、それがそのまま写ってしまうということなんですね。ですから私が撮る写真はいっぱいいっぱい見ていくとですね、私っぽい写真になっていっちゃう。要は気持ちのいい角度で撮るので、自分が気持ちいい角度っていうのは同じ被写体を見ても人が撮る角度とは当然変わってきちゃうんですよね。
割とこうバランスよく撮れてる引き絵の写真が私は好きで、あんまりこうドンって被写体に寄りすぎる写真はあんまり好みではないんですよ。だからたまには撮るんですけれども、あんまり私アップの写真とかないんですね。構図のバランスの中でその被写体がそこに置かれてるみたいな、ちょっと引いた感じ のクールな感じですかね。そういう写真が好きなので、そういうバランスにどうしてもやっぱりなってしまうんですね。逆に寄って撮りたい方とかはやっぱり寄りな感じでこう寄って撮る方とかも結構多いので、その人の個性とその被写体に対する愛ですね、これがやっぱり写真には写り込むんだなっていうのを改めて感じたりとかしました。なので教室の先生がですね、ご自身の、まあ、被写体を撮る時にですね、どういうふうに向き合っていったらいいのか、写真を撮る、まあ、テクニックっていうのも、まあ、もちろんなんですけれども、その被写体そのものに対してどういう角度と目線を持っていったらいいのかっていう、ちょっとコツ的な技術そのものをも多少お話しますけど、そういうことを今日はお話をしたいというふうに思います。ですね、まあ、写真を撮る時に、まあ、特に構図スタイリングっていうのは本もいっぱい出てますし、基本のセオリーっていうのはいろいろあるんですよね。例えばこう長方形の縦の位置で写真を撮るっていうふうに決めたら、まあ、斜め対角にものを2個だったら置いていくとか、3個だったらこうくの字に置くとか、4個だったら S 字に置くとか、まあ、いろいろなものとか、あとはまあそれをランダムに置くとかいろいろあるんですけれども、まあ、基本の構図とか仮に決まっていたとします。が、その基本の構図をですね、どう切り取るかっていうのはやっぱり撮る人側の目線によるんですよね。だからとてもとても綺麗なスタイリングをされていて、おそらくとこう撮ってほしいんだろうっていう、その被写体たちが主張するわけですよね。こう撮ってみたいな。だけど皆さんが全員そのように撮るとは限らないっていうことですよね。私この例えば青いボックスと赤いボックスが仮に並んでたとして、青いボックスにすごい興味がいく人と赤いボックスに興味がいく人は、並べた人の意図は赤を撮ってほしかったとしても、青が好きな人はやっぱり青の方に寄ってっちゃう可能性がありますね。そうすると、作った人の意図しない構図で撮られることもあるということですね。これがいいとか悪いとかそういう問題ではなくですね、個性が出てしまうということなんです。だから教室の先生とかがですね、ウェブサイトのために自分で写真を撮っていくっていうことは、それをたくさん重ねていくと、結果その人の個性で写真がまあ出来上がっていくっていう形になっていくので、まあ、自分の個性っていうのはどこにあるのかっていうのを知った上で撮っていくと、そのあたりがコントロールできたりとかします。先ほどのエピソードで言うとですね、もう一つ面白かったのが、食べ物とかスイーツにほとんど興味がない、ビーズとか、まあ、そういうティアラとかですね、扱ってる方とかいらっしゃったんですけど、彼女がその構造を収めてパシャって撮るとですね、ほぼ真上からの俯瞰の位置で撮っていたんです。その横にサイドにフランボワーズっていうその赤い実みたいなのがあるとするとですね、少しアングルを下げて、その断面も少し見えた状態で撮るっていうのが、多分角度的にはお菓子の魅力を見せるにはいいんですけど、真上から撮っちゃうとですね 構図としては成り立ってるんですよ。成り立ってるんだけれども、そのお菓子の良さっていうのが、まあ、伝わらないっていうことになるので、もう少し角度下げた方がいいよっていう話をして、ここの断面とか見せるのもこのお菓子の美味しさを引き立てる写真の撮り方だからっていうお話をしたら、あ、全然気づきませんでしたっていう話ですね。要はお菓子にそんなに興味がないとするとですね、そのお菓子の良さをどう撮ってあげようかっていうところまでは思いが至らないので、置いてあるものをそのまま撮ろうみたいな形になると、真上から撮ったりする俯瞰とかいうのはまあ楽ですしね、まあ、そういう撮り方になるっていうのを見た時に、まあ、面白いなっていうふうに思ったんです。ということはですね、構図を作る時っていうのは、もちろん作り手の意図はあるんですけれども、切る人が切っちゃうと作り手の意図は全然関係なくなってしまうので、自分で構図を作って自分で撮る時には、その撮りたいように見せたいように当然構図っていうのは作っていけるし、まあ、いわゆるスタイリングと呼ばれるものですね、それをやっていくことはできるんですけれども、誰かが用意したものを切っていく時でもやっぱり自分っぽい切り方になってしまうし、
それはある意味個性になるし、それを見る生徒さんですね、先の未来の生徒さんが好むような写真であれば、問題はないですね。だからマッチングされてるっていうことです。例えばそうですね、真逆のところで言うと、ものすごくラブリーでメルヘンな、そうですね、動物パンとか、そういった可愛いパンを撮るタイプの人と、ハード系とかすごく大人っぽくてダークでアンダーでかっこいいパンを撮る人ですね。ここの趣味っていうのはやっぱり全然違いますよね。ということは、教室のそのカラーとか、見せていくもの、あとは引き寄せられるお客さんの層も全く変わってしまうので、自分がもちろんそれが好きっていうことで全然構わないんですけれども、その被写体がどういう状態で見せていくのが一番いいのかっていうのを考えながら撮っていくときに、同時に自分の顧客層、お客様は、どういう写真なら好むんだろうかっていうのも理解した上で撮っていくっていうのが、いいかなっていうふうに思ったりとかします。だから、ウェブサイトとかはそれの集合体でできていってしまうので、個性がどう現れるかっていうのも、その人が自分をどういうふうに表現したいかっていうことと関わってきたりとかします。で、例えばですね、私もその本ね、いろいろと、こんな本とかこんな本とか、今市茂美先生とかが好きなんで尊敬もしてますしね、そんな本とか結構持ってるんですけれども、基本的にまず何を、考えたらいいのかっていうようなこととかも当然あるにはあるんですね。で、その時にその構図を作る時の、もちろんその構図っていうのはあるんですけれども、そこの特にそのすちょっと花だったら、例えばその好きな花、顔がこっちを向いていてですね、大きめの花とかが主役になりがちなんですけれども、それをどうやったら一番伝わるように綺麗に撮れるかなと考えて、周りの引き立てる花ないしは小物を配置していくっていうこと、あとは当然背景とかも非常にね、大事になってきますし、あとピントですね、それ一点に合わせるのか、もう少し周りまでやるのか、いや全体パキッと見せるのかとか、それによって表現とかがやはり変わってきますので、ボケたふんわりした写真が好きな方っていうのは、やっぱりそういうふんわりした写真ばかりが並んでいくようなサイトになる傾向もありますね。私の場合には少しちゃんとパキッと見えてる方が好きなので、ふんわりばっかりの写真はあんまり撮らないかなっていうところですね。もともと、雑貨は撮ります。パンも撮るし、食べ物とかお花も撮るんですけれども、私がカメラを買って一番最初に撮った被写体がですね、フィルムカメラだった時なんですけど、建物なんですよね。なんで建物が好きなんだろうっていうことは、建物のデザインっていうのは整然としてて美しい、また左右非対称のものでも建物って美しいですね。そのラインとか、構造物、そうですね、デザイン的にはフランク・ロイド・ライトとか帝国ホテルとかデザインした海外の方なんですけど、その方のデザインって本当細部にわたって彫刻みたいに窓とかも窓枠とかも綺麗にデザインされていて、美しいんです、要は造形物として。なので、海外のイタリアとかフランスの、中世の建物とかものすごく手が込んで装飾とかされてますよね。もちろん日本の、神社仏閣とかも素晴らしいものもいろいろあるんですけれども、海外のその建物とかも特に好きで、いわゆる絵になるっていう状態ですね。それを撮るのが好きだった人なんで、直線とか曲線をどういうふうに配置して撮っていくかっていうのを撮るのが好きだった人なんですね。だから構図っていうのは、特にその小さな被写体よりももうちょっと考えないと いけない部分があって、そういうシャープな感じがもともと好きだったので、雑貨とかパンとか撮っても割とシャープな印象になるような写真の撮り方をする、あとロジックというか構図もポンポンポンってリズムがあるような構図とか、そういうものを配置するのが好きなので、私の写真は割となんていうのかな、きっちりしてるって、もちろんふんわりの写真も撮るんですけど、カチッとした感じで全体のバランスを見せていくみたいなのが得意な感じですね。なんで当然逆の方もいらっしゃいます。この被写体大好きっていうのにググッと寄って撮るっていう、方もいらっしゃるので、要はそれが積み重なると個性として外に
理解されていくようになる。だから私の写真を好きっていう方は、私の写真のシリーズとかが私が好きで撮っているので、大概全部好きっていうことになりますね。はい。で、その写真の個性が出ていくとですね、その個性によって集客とかもできていったりとかします。その写真が好きっていうのがきっかけでウェブサイトに飛んできて、で、まあそのまま本文とか内容とか見て、あ、いいな、習いたいなっていうことになったら、そのままご契約っていう場合とかも、パンの時は結構多かったですね。だから表現をどう考えるかっていうのは、個性ももちろんそうだし、テーマに沿ってもやっぱり撮っていく必要がありますよね。おしゃれな天然酵母パンということで、少し、まあ大人エレガントみたいなところとか、色合いが素敵みたいな、そういうカラーリングも含めた状態でバランスをとったパンとかを配置して写真を撮ったりとかしていましたので、これはパンだからっていうことではなく、それが雑貨であろうが、あとはお菓子であろうが、その、あ、素敵って要は思ってもらえれば、それに近い読者層の方がですね、教室の生徒さんとなって前に現れる感じなので、被写体の自分はここが好きっていうのを見つけて、しかもその好きっていう場所をクローズアップして外向きに見せるように撮ることができるかっていうのも結構大事になってくるなというふうに思います。まあ、基本的な操作としては、例えば、絞りって言って、どこまでピント合わせてぼかすのかぼかさないのかっていうものがあるのが、まあ一点ですよね。あと露出補正といって明るさを変える形ですね。明るめなのか暗めなのか、先ほど言ったようなそのダークなかっこいいパンっていうのは、やっぱ暗めに撮っていくこととか、ハード系のパンとかがね、すごい明るめに撮っちゃうと、もうすごい白っちゃけて焦げ色とかも 全然こうかっこいい感じにならないので、ハード系のパンの時にはむしろ影をつけるぐらいにこう渋げに撮ることがね多かったりしますけれども、だから逆に何て言うのかな、すごいね可愛いパン撮るの私苦手なんですよ。メロンパンとか いわゆる惣菜パン系ですね。ウインナーロールとか、私の講座では持ってない種類の菓子パンって呼ばれるようなタイプのものは、私取るの苦手ですね。集合とかは取りますよ。菓子パンとかも取るんだけど、なんかかっこいいデザインの菓子パン取りたい。ジュエルロブションとか そういうこう技巧的なものを使った美しいパンとかね、よく取るんですけど、普通にこう、単なるアンパン、クリームパンとか、あとはメロンパンとかは取りにくいですね。メロンパンもちょっと変わったメロンパン、色が変わってる、皮がかぶってるメロンパンとか、まあハロウィン用のね、なんかちょっとそういうデザインにしたメロンパンとかは作り取ったことはあるんですけど、可愛いパンの方が苦手です。だから当然得意な被写体と苦手な被写体っていうのも人によって出てくると思うんですよね。で、それに加えて、あとは鮮やかさですね。ビビッドな感じとか、まあ、トーンって呼ばれるところ、鮮やかとか、あと柔らかいふんわりしたペールトーンとか、ストロングとか言われるような色彩の強調の強さとか、そういうのもカメラでコントロールできたり、あとは撮った後のフォトショップとかいう画像加工ソフトで加工したりですね、まあ、いろいろできるんですよ。だからもう本当に表現っていうのはもう追いかければキリがないんですけれどもね、自分っていうものがどういうものが好きで、この被写体はこれが魅力みたいなのをやっぱたくさん撮っていくには、ご本人が写真をきちんと覚えて、撮っていくのが一番いいんじゃないのかなっていうふうには思っています。ですから余談なんですけれども、私がさっきの生徒さんみたいに、あ、そこが好きなんだっていうのが分かると、まあ、じゃあこれが仮に A さんだとしますけど、その A さんの個性とか、ウェブサイトを見て、ダーッと見てですね、あ、こういう写真が好きなんだ、絞り値はこれぐらい、明るさこれぐらいが好き、ピクチャーコントロールですね、どんなトーンの感じの鮮やか系が好きなのか、ふんわり系が好きなのかっていうのが分析できると、初めて見た被写体だったとしても、その人風に撮ることができたりとかします。ただ、私のテイストにないタイプの、さっきの超かわいいとかいうのはちょっと難しいので、それはできないんですけれども、自分が理解できるテイストに関しては、この人風っていうことで、
写真ウェブサイトをざーっと見て、あ、こういうのが好きなんだ、ちょっとグレーシュトーンが好きなんだとか、キラッとするこういうの入れるのが好きなんだとか分かると、そういうコントロールをして撮っていく、その人風とかいうのを、そういえば写真教室とかでやってた時、仲間の写真を誰だ、誰それ風とか言って私撮って、ああ撮りそう撮りそうってその人たちに言われたことがあるので、そういう模写みたいなのをやったことがありますね。ということは、特徴を捉えるっていうことは写真を読むっていうことになるので。その人の重ねてきた記録っていうものを見ると、やはり個性が透けて見えるんですよね。ということは、その被写体に対しての愛というか、向き合う姿っていうのが見えるのと、あとどういう被写体が好きなのかっていうのも、それを見ると垣間見れてきます。だから私はお仕事上では建物とかはもう今は撮れなくなったんで撮ってないですけども、プライベートとかだったりすると、まあ、かっこいい建物とかね、モダンな建物とか、あと中世ヨーロッパの素敵な建物とかですね、まあ、そういうのを撮るのは、まあ、基本やっぱり好きですね。あと変わった色の湖とかですね、そういう自然風景みたいなのも、普段小さいものを撮ってるので、そういうものを撮るのも好きです。あとは、光物が好きなので、イルミネーションと、あと花火ですね。花火めちゃめちゃ難しいんですけどね、撮るのは好きですね。一瞬の、シャッターチャンスで切ったものっていうのは、目で見てるものと全く別の世界なので、あれはあれでまた別物になりますのでね、楽しいですよね、そういう意味では。だから、まあ写真ってまあ奥が深いし、やればやるほどね、まあ沼にはまるっていうわけじゃないですけれども、一生勉強だなというふうにね、思ったりとかしています。もう私写真始めて20年くらいになりますけれども、まあ、未だに写真は勉強し続けてるし、新しいカメラとか、まあ、新しいものとかも出続けてるし、あと面白いことに、やはりまあ本とかね、その当時に出てる本とかあるんですけど、時代がやっぱりその時の時代でトレンドっていうのが、やっぱ写真ってものすごくよく出るなっていうのは、昔の雑誌とかを見ると非常によく感じます。ただ時代とかも関係なく、その人の個性っていうのは写真にすごく色濃く出ていくので、それが積み重なることによって好きなファンを集め続けるっていうこともできたりしますので、自分がどういう写真が好きなのかっていうのを自分が理解するのがまず1点と、見てくれる生徒さんですね、その方たちがどういう写真を期待していて好きなのかっていうのを理解して撮って、それが積み重なっていくと個性になり、個性がそのまま集客力に、貢献するっていう、そういう写真の使い方ができますので、自分の撮り方がバラバラだなとか、自分でバーッと見て個性が整ってないなって思う方は、自分ってどういうものが好きで、どういうふうに撮っていくのがいいのかなっていうのを、たまにちょっと振り返ってみて、考えていただけるといいかなっていうふうに思います。ちなみに私は、シャープで、かっこいい感じのクールですね、そういったタイプのものを撮るのが好きだから、お水とか光とかそういったものとかもまあ好きなんですけれども、それをまあパンとかでもまあ表現はしていく感じなので、色とりどりのパンとかでもかっこよく撮るみたいな、そういうやり方をしてたりとかします。これがまた個性になり、それを習いたいっていう人が来てくださるように、誘導することができますので、写真の個性っていうのもちょっと考えてみたらいいかなっていうふうに思いますので、ご参考まで。それでは。